僕のお家の公共用ミシン第4話今回使用する糸は20番の糸を使っていこうと思います。まずは糸立て棒の方に糸を通していきます。太めの糸を使う場合は2箇所の穴に通してテンションをかけましょう。このように下を通してから上を通します。糸の抵抗を確かめながら前に引っ張ります。糸を前方に持っていったら、このくるっとしたパーツに糸を通します。実はこのパーツは下から糸を持ち上げながら入れることで、わざわざ中に糸を大変な思いをして入れなくても簡単に入るようになっております。続いては糸通しに糸をかけます。後ろから引っ張るように糸をかけましょう。そうしましたら勢いよく糸をブリンと上に引き上げます。この時 L の形をしたパーツの上を通すことを忘れないようにしましょう。糸調子に糸をかけ終えたら、今度はピンピンバネにも糸を通しましょう。ここでピンピンバネのピンピン具合を確認しておきます。元気よくビンビンにピンピンしていたら、そのまま天秤に先っぽだけ差し込みましょう。無事に先っぽだけを差し込めたら、真ん中辺にあるフックに糸を引っ掛けます。掛け終えたら針棒にあるこのパーツにも糸を掛けます。糸をかけ忘れることが多いので注意しましょう。一見地味な形をしておりますが、とても重要なパーツとなります。針の方は左から右に通します。これで準備が無事に整いました。糸が通し終わったところで、細かなパーツを見ていくことにしましょう。ハサミなどをぶら下げておくのに意外と便利なマグネットのフックですね。動いてますね。ものすごい速さで指が動いてますね。そしてこれがリッパーというものになります。一度縫ってしまった糸を切るのに使います。そしてマイナスドライバーですね。こちらもよく何かしらで使います。そしたら今度は上から見ていきます。このミシンは上下送りミシンというもので、足が上下に交互に動くための棒がついております。この部分ですね。その他に
下送りのみのミシンにはないこの部分の黒いこの丸いやつがついております。これがフラフラ振り子のように動いて足を上下させてるわけですね。写真などで瞬時に見分ける方法はこの黒いあの長細い丸がついたこのパーツを見ることで瞬時に見分けることができます。弾み車を回してみるとこのようにフラフラ揺れておりますね。いいですね。このパーツの上についているネジを締めたり緩めたりすることで上送り量の前後幅を調整することができます。このネジですね、下に行くにつれてピッチが狭くなり上に行くにつれてピッチを広く縫うことができます。上送りと下送りの調整が独立したものとなっているのであえて上送りの前後量と下送りの前後量を変えることにより生地を反らしたりして縫うこともできます。これが下送りの前後量を調整するレバーですね。 S と L、多分ショートとロングのことだと思います。下に倒すと下送りがものすごい幅で縫えます。だいたい8ミリぐらいの間隔で縫うことができます。下に倒しめます。 L ロングですね。そして弾み車を回すと結構な前後量ですね。これだけだと上送りとのバランスが合ってないので上送りのバランスを整える必要がありますね。よく見ると下送りと上送りの前後の動きがも全然違っていることがわかると思います。下送りの方が前後量が大きく上送りの方が小さくなっておりますね。この状態で縫ってしまうと生地が逆に沿って縫えてしまうので上送りを調整してバランスを整える必要があります。この場合は目いっぱい上に持っていきます。下送りに合わせて上送りも目いっぱい上まで持っていきたかったんですが結構ネジを回すんで、ちょっと面倒になっちゃってレバーをグイッと上げるだけで済む下送りを元に戻して、要は最初の状態に戻してバランスを取ってみました。上送りはいじってません。上と下のバランスを見るコツとしては、送りのギザギザ部分を見ながら、弾み車を回すと合わせやすいかと思います。こんな感じですね。続いては外押さえと中押さえの上下運動量の調整となります。他のメーカーのミシンであれば上下運動量を調整するものがついているのですが残念ながらこのミシンにはそういったものはないんですね。ちなみに外押さえのギザギザの押さえ跡が気になるからといってギザギザを削り落としてしまったり外押さえを薄くしてしまったりすると、中押さえと外押さえの厚さのバランスが狂ってしまい、均等に足踏み運動をしてくれなくなってしまうので、なるべく外押さえのギザギザは落とさずに、使用した方がいいですね。もし削りすぎて中押さえとのバランスが狂ってしまった場合は外押さえのネジを緩めて削ってしまった分を下にずらすことで、中押さえとのバランスを取ることができます。こんな感じで下にずらしていきます。この状態は結構極端に下に下げてしまったので、
中押さえが今度は上に上がりすぎてしまい、外押さえが引きずる形になってしまってますね。そうしたら今度はもう少しだけ外押さえを上に上げてみましょう。外押さえを一番上に上げた状態から下にだいたい1ミリぐらい下げた状態で取り付けてみました。そうすることで外押さえの上がり幅が少し抑えられて、今度は中押さえの上がり幅が少し増した感じになっていますね。ということで次は縫っていきたいと思います。それでは縫っていきましょう。上糸と下糸の両方を後ろに軽く引きながら縫い始めると、糸がぐちゃっとならずに綺麗に縫い始められると思います。ファスナーの端の部分は糸目が詰まりやすい場所でもあるので、慎重にピッチを確認しながら縫い進めていきます。定規を使わずにファスナー周りを縫う場合は、中押さえのこの辺りを意識しながら縫うとまっすぐ縫いやすいと思います。引き続き慎重に縫っていきます。こういう場合は縫い終わり2目前あたりで一旦止めてから、縫い始めピッチとの帳尻を合わせていきましょう。続いてはファスナーの端っこ部分ですね。ボタンホールの要領で往復しながら何度か前後に縫っていきます。続いては定規を使用して周りを縫っていこうと思います。まずは縫い代の間隔を決めていきます。左の鼻の穴から縫い始めて右の鼻の穴までで縫い終わりにしたいと思います。それでは縫っていきましょう。円の中心を軽くつまんで、送りの力だけで円を回す感覚でカーブを縫っていきましょう。指先の感覚としましては、自動販売機に千円札を入れる時の感覚に近いと思いますね。いいですね。このような穴の開いた不安定な場所は特に注意して縫っていきましょうね。直線部分は
定規を使って塗っていきます。そして、ここで止めますね。でもう一目で、ここで定規を上げます。そしてまたカーブの多いところですね。怖いですね。定規を使います。そしたらまた千円札を自販機に入れる時の指先の感覚ですね。そしたらこの辺で一旦止めてピッチを見ていきますね。縫い始めの穴と同じ穴を重ねて縫っていきます。はい、一つ目が無事に縫い終わりました。縫い始めと縫い終わりは真ん中あたりになっていますね。裏面も同じように真ん中あたりで重ねて縫えてますね。そうしたらもう一つ同じように縫っていきましょうね。今度は少しだけペースを上げた状態で縫っていこうと思います。早速カーブですね。慎重に縫っていきましょう。ここで一旦定規を上げます。針が上に行った時に膝上げレバーを上げるとこのようになりますね。気を取り直して縫っていきましょう。針を刺してから膝上げレバーで足を上げて角度を変えながらゆっくり縫っていきましょうね。あまり押し付けすぎないようになるべく軽く当たる感覚で縫っていきます。そしたら最後の穴に入れて重ねるようにして縫い終わります。いいですね。綺麗に縫えてますね。真ん中も綺麗に縫えてますね。そして裏の方もいいですね。上糸がちゃんと下糸を引き上げて縫えてますね。